ケンフェイグ、陳発家は、中国武術である、太極拳の陳家太極拳の達人、新国化南症恩県鎮夜行の出身、陳氏太極拳、正宗の家系に生まれ、陳長校の彦。陳氏太極拳17世、1928年に壊れて北平に出向き鎮夜行の武術を指導する、様式太極拳の昇華式を伝え太極拳の世界では、 権威の一人であったゴトナンによると、鎮発家は1930年代前半では、鎮夜行の武術を、太極拳と呼ばず、太極拳の集まりにも参加しなかったという。だが、この説は、多くの鎮夜行の長老たちの証言とは矛盾している、ことも忘れてはいけない。また、鎮死太極拳が、鎮式太極拳と表記されるようになるのは、第二次世界大戦後に、 中華人民共和国政府が各伝統武術の整理を行ってからのことと言われている。弟子には、おいの陳寺てらしひ、子息の陳寺朝日、陳寺さひ、一族以外に、繁栄、衆、大鶴林、郝ひとしせい、進三木、雷忍のぶに、ことめかおり、ひなどがいる。陳氏大極拳、正宗の家に三男として生まれるも、早くに、 兄二人を亡くし後継ぎの立場となる。幼い頃から病弱で、また両親が老齢の頃にできた子供であり、さらにただ一人残った後継ぎであるため、出来合いを受け甘やかされて育った。そのため、家電の秘技である武術もろくに訓練せず、ぶよぶよと太って遊び暮らす、幼少期を送った。しかし14歳の時、ある親族が先祖代々、 祖父も父も超一流の武術家であるチーシ宗も彼の代で終わりだな。見てみろ、あいつは遊ぶことしか知らんではないか。と悲しげに話しているのを見てショックを受け、その日から改心、猛烈な修行を開始した。毎日生活の大半を練習に当てるという激しい訓練によって天性の才能が開花し、病弱だった体質はみるみる強健になり、 そうなると余計に面白くなって、さらに練習の強度を強めていった。ついには、父が伝えてた家電の日にべてを収め、陳家の一族から各士族に至るまで、陳氏大極拳の使い手の中で、彼に及ぶ者はいなくなった。20歳の頃にはすでにその雷鳴が、各地に響いており、大軍閥である、反復の軍に招かれ、その都市各党の共感べてを倒し尊敬を、 受けたというエピソードが残されている。1928年、北京で巧妙な漢方薬局である同人堂の招きを受け、陳氏大局権を教授していた老いの陳寺志妃が南京に赴くことになったため、陳氏第一の使い手であり、陳寺志妃の死でもあった陳初家が選ばれ、北京に向かうこととなった。当時、閣流派の達人が星のように集い、 技を競い合っていた北京にあって、陳発家は、都市では、最強とされた。またその高潔で重厚な人柄も尊敬を集め、拳性の異名をもって称賛された。ある時、北京で3での大会が著名な武術家である元生の主催で行われることとなり、元生は、陳発家に主審を依頼した。しかし、陳発家は、自分には、 対局権のことしかわからないとして辞退し、元うせいの立っての願いで、大会顧問に就任することとなった。大会当日、一試合あたりの制限時間を何分にするかという問題で議論が起こり、当初15分とされていた時間に対して、鎮発化は参加者が多いので長すぎるという発言を行った。では何分が適当かという問いに対し、鎮発化は3分という時間を提案した。 多くの参加者が短すぎると感じ、あなたは3分で確実に勝負を決められるのか、と質問した。それに対し陳発家は、私なら3秒もあれば十分だと答えた。それを聞いた、利権家は侮られたと思い、そんなことができるものかと立ち上がり、私とやってみようではないか、と挑戦した。陳発家は笑顔で応じ、来々に上がると、利権家にかかってくるよう促した。 利剣家は突進し、鎮発家の前、襟を取って投げようとしたが、鎮発家はほんの少し身をかわし、右手を利剣家にあてがうと全身を震わせ初力を行った。利剣家の巨体は30センチメートルも浮き上がり、1メートル近くも吹き飛ばされて転がり、壁にぶつかってようやく止まった。その衝撃で壁にかけてあったものなどが落ちてきたという。利剣家は感服し、その場で、 鎮髪家に弟子入りを懇願し、許された。この様子は全場の称賛を浴び、鎮髪家の名声を一層高いものにした。鎮さんは、北京の牛街生まれの海賊出身で、柔道やモンゴル相撲によく似た武術であるの、名人として名高かった。その名前は、この頃北京で、中国武術などヘガ島といって荒らし回っていた、ロシア人の巨漢レスラーに挑戦し、 外周一色に投げ飛ばし、中国伝統武術のメンツを守ったというエピソードで、広く知られており、英雄的達人として一目置かれていた。陳さんと陳八家は、互いに伝統武術の名人として、噂を聞き、直接会ったことはないものの、互いを尊敬し合っていた。この両友が初めて顔を合わせたのは、ある武術の大会の場であった。それぞれ大会に出場する弟子を連れて、 会場を訪れており、相手に気がついた二人は、握手を交わし、互いに尊敬している胸を伝え合って親しく、勘談した。その勘談中に、陳さんは、今回の大会で、と陳氏対局権が激突したらどうなるであろう。聞くところによると、陳氏対局権は柔らを持って、強しを制するというが、果たしてと勝負したらどうであろうと発言した。これを受けて、陳初かは、 私は、きっと、それなりの対応方法があると思ってますが、何しろ初めての相手ですので、はっきりとは言えません。もし戦う前にどんなものかわかっていたら、やりやすいのですけどもねと返答した。陳さんは、では、我々が試しにやってみるのはいかがと提案し、陳初川、は、私は、には、素人ですが、大変興味があるのでやってみましょう。聞けば、 は、相手を掴んでから投げるものと聞きます。ぜひ体験させてくださいと言って立ち上がり、陳さんに自分を掴んで、投げるよう促した。このなりゆきに、会場中が固唾を飲んで見守る中、陳さんは、陳発家の腕を取り、今にも投げ飛ばすか、という姿勢を取ったが、双方動かず緊迫した空気のまま数秒が当たった。この緊張の数秒の後、両友は、にっこり笑って座に戻り、 元のように歓談し始めた。その数日の後、手土産を携えた鎮さんが鎮髪家の元を訪れ、その節はどうもと挨拶し、鎮髪家も、いやいや、お互い様ですよと返礼した。何のことかわからず巨トンとする鎮髪家の弟子たちを見た鎮さんは、先生はあの大会の後、君たちに何もおっしゃらなかったのかね、と尋ね、 弟子たちが何も聞いていない胸答えると感動し、諸君は本当に良い師匠を持っている。その技が万人に優れるだけでなく、人柄がこんなにも優れているというのはやがたいことだ。しっかり学んでほしい。と言って帰っていった。陳さんによれば自分が陳髪科を投げようとしたとき、どうしても投げることができず、逆に、 鎮発家はいつでも自分を地面に叩きつけることができたはずだということで、あって公衆の面前であることを考慮して、自分のメンツを守ってくれた鎮発家は本当にバンプ不当の大人物である。ということであった。その後、弟子の一人がどうしてやっつけなかったのですかと質問すると、鎮発家はあなたが大勢の徒弟の前で同じことをされたらどう思いますか 嫌ではないですかと真剣に怒りでしは大いに反省した。日本が戦争に負け、父親が日本に協力していたため、公費と姿勢が鎮発家にかくまわれていた。公費と姿勢の話によると、鎮発家は田舎から北京に出てきたため、朝食は毎日かゆうと決まっていた。ありがとうございます。